白瀬白瀬は、文部科学省国立局地研究所の南極地域観測隊の輸送、研究任務のために建造された南極観測船。建造費は、文部科学省の予算から支出され、管の運用は海上自衛隊により行われている。看番号アグブ -5003、初代、白瀬後継艦として2009年に就役した。 文部科学省では南極観測船と表記しているため報道でも南極観測船や裁氷船と呼ばれることが多いが防衛省では再氷艦と表記している。日本の南極観測は文部科学省国立局地研究所が中心となって1956年昭和31年により行われている。1982年昭和57年からは 三代目の南極観測船となる初代、白瀬を用て、南極地域観測隊の人員及び、物資の輸送や観測を行ってきた。初代、白瀬の後継艦については、当初2万トンの排水量を構想していたが、予算問題の関係から初代、白瀬の1万1500トンより一回り大きな1万2500トンとなった。排水量の増加により物資輸送量が、約100、 トトトンンン増加し1000トンからトンになった先代と同様に複数名の医師と司会が同乗しており、居住性を改善しながら、搭乗可能人数を増やすことも可能となった。採氷能力を向上させた、独特の局面形状の監視や、採氷補助設備として、選手酸水装置など改良された採氷設備を備えている。南極観測船の搭載ヘリは、 タロとジロの悲劇以来できるだけ高性能なものを配備しており、知らせでは大型機の CH-101 を2機、小型機1機の計算機搭載する。小型機は民間機を毎年国際入札にてウェットリースしており、近年はオーストラリアやニュージーランドの民間会社の AS355 や BK117 が中継基地であるオーストラリアのフリーマントルら搭載される。 推進方式は仙台知らせ同様、三井造船製 16V42MA 型ディーゼルエンジンによる電気推進が採用されたが、仙台が単純なディーゼルエレクトリック方式だったのに、対し、本館では統合電気推進となった。出力は仙台と同じ3万馬力だが、パワーエレクトロニクス技術の進展により電動機は p w m インバータで、 交流電動機を駆動する方式となった。偽装を務めた初代公会長は統合電気推進と言えるとコメントしている。推進装置は二軸で火事も二本装備している。貨物積み下ろし時間の短縮を可能としたコンテナ方式の二役システム、再評力の向上と船体塗装剥離による海洋汚染の防止を目的として、喫水付近の船体は、 大麻盲星に優れるステンレスクラットや新型ヒーリング、横揺れ防止装置といった新機能が導入された。また燃料タンクも漏出防止のため二重尖角構造となった。さらに管内設備は南極の環境保全のために廃棄物処理用システムが充実されており、南極観測基地からの廃棄物持ち帰りも行われている。 調査用の艦船であるため固定武装はないが、海上自衛隊に席を置く艦艇であるため艦内には、仙台と同様に10丁を超える、銃器、64式 7.62mm 小銃、等及び実弾を保管する武器庫があり、海賊やテロ行為に備えている。予算上の都合により、2008年7月の初代、白瀬の退役と翌年の本館の収益までの間に1年の、 感覚が空いた。そのため2008年、平成20年の第50次観測隊では、文部科学省がオーストラーから民間砕氷船、オーローラ・オーストラリスをチャーターし利用した。この砕氷船は、仙台、シラセなどによって、ビセット時に救助されたことがある。仙台、シラセは20年以上運用され、その老朽化に伴い後継感が必要とされるようになった。 2002年、平成14年に文部科学省が予算請求を行ったが折衝により計上されなかった。2003年、平成15年にも財務省原案に盛り込まれなかったが、復活折衝によって艦隊設計予算5億円と搭載ヘリコプター製造費初年度分26億円の2004年度予算計上が認められ、2007年、 平成19年にユニバーサル造船マイズル事業所で寄港し、2008年、平成20年4月16日に浸水式が挙行された。平成17年、2005年度予算で調達されたことから17アグブと略称された。浸水後に偽装を経て2008年12月16日に第1回会場公を司会し、22回まで公焼が行われ。 全校史終了後、最終偽装工事及び塗装の最終仕上げを実施し、2009年、平成21年5月20日に、ユニバーサル造船舞鶴事業所において、春工式並びに、換気授与式が行われた。横須賀地方帯に編入され、母校は横須賀基地となった。2011年3月11日に発生した、東日本大震災の支援に、 南極観測任務からの帰還途上にあった、知らせの使用が検討された。シドニーでの積み下ろしを2日に短縮するなどして、当初予定より約週間早い4月5日に、横須賀に寄港したが、喫水の深さや東北主要港湾の水中障害物撤去が未了であったことなどから、投入は見送られた。2017年8月17日、関西ヘリである、 CH-101 が岩国基地で荷物を吊り下げて運ぶ訓練中に高度を下げたところバランスを崩して横転した乗っていた8人のうち3人が打撲などの軽傷を負ったシラセは例年11月頃に東京ハルミフ頭に出港しオーストラリアフリーマントルにて南極観測隊を上艦させ年末頃に昭和基地に接岸 2月頃に昭和基地を出発し、4月頃に帰国するのが定例である。帰国後、間もなくして JMU 横浜事業所鶴見工場に入居し、砕氷や南極海域における過酷な環境によって損傷、故障した船体や機器類の整備、検査をする。8月に出居し、確認運転や完熟訓練を行った後に全国を回り、 一般公開などの広報活動や南極に向けて各訓練などを行う。10月には観測隊の物資搬送搭載等を行うために東京晴海ふ頭に入港し、11月中旬に南極に向けて出港する。これら所定の運用を繰り返し行っている。2013年2月にオーストラリアン紙においてシラセが軍用再評官であり、 日本の捕鯨活動を支援しているとの記事が掲載されたため、外務省では、捕鯨調査とは関係なく、軍艦ではなく、定期的な南極調査対応の船舶である。との文章を同紙に寄稿している。自衛隊は、国際法上は軍隊であり、自衛艦は軍艦なので、軍隊に所属する艦船であることを表彰する、軍艦機、自衛艦機を知らせは形容しており、軍艦ではなくは、 外務省の誤りである。官名は、仙台、白瀬同様に、一般公募され、南極ゆかりの地名、観測基地名もしくは、日本語による地名が、有力視されていた公募での第一位は、山和雪原にちなむ、雪原だったが、南極に足を踏み入れた、最初の日本人、白瀬信の出身地、秋田県二カ星から、白瀬の官名を望む当初が多数届いたことから、 政府の南極地域観測統合推進本部は公募時に防衛省海上自衛隊所属の再評判になることから防衛省で現在使われている官邸名は付けられません。とされていた基準を取りやめ応募と手紙を合わせれば一位となるので国民の熱意を受け止めた。知らせの名前は世界に知られていることで後継船の名前に最適と判断した。基準は 官名の混同を避けるためで、就航時に、初代、白瀬は退役しており、混同する恐れはない。などとして、公房時には、基準外であった、名称、白瀬を、基準外とした。2007年11月13日、仙台と同じく、白瀬に決定したことが公表され、2008年4月16日正午より、ユニバーサル造船マイズル事業所にて、 当時の石破茂防衛大臣により、正式に、白瀬と命名することが宣言され、浸水式が取り行われた。海上自衛隊初代、白瀬は1983年11月に、就航記念儀典が発行されたが、2018年時点で2代目は未発行。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。